農薬の使用についての説明をいたします。いちごの苗作りは6月の上旬に始まって、そして7月、8月、そして9月末のいちごの植え付けを迎えます。そして10月末にビニールを張って12月から収穫を開始をするんですが、農薬を使う時期っていうのはうちでは基本的に7月、8月、9月のこの3回です。じゃあそれ以外に虫が湧かないのか、病気が湧かないのか、湧きますけども、天然由来のですね、この匂いのする忌避剤とかで虫が生育が弱くなるとか、脱皮を阻害するとか、卵を埋めつけなくなるとか、あとは例えばダニだったら葉っぱにダニがついたりするんですけど、そのダニを食べるダニがいるんですね。油虫に寄生するちっちゃいハチがいるんですね。温室ツヤコバチって言うんですけど、そうした天敵、食物連鎖上の上にいる害虫を食べる益虫というか、まあ、これは人間が勝手に都合でつけたものですけど、そういった資材を使用して農薬を極力使わない方法を用いています。だからビニールを張ってしまった10月末以降は農薬は使っておりません。それでも天然由来のそういった資材ではですね、害虫は完全に収まることはありません。被害は出ます。今年も12月、被害が出ました。しかしそこで農薬をかけてしまうとやっぱり果実に残留してしまいます。だから使用しません。うちは収穫したものをそのうち冷凍保存したりするので、農薬が残留してしまうとジャムやジェラートや全てに影響を及ぼします。そして何より私自身が化学物質のアレルギーを持ちです。くしゃみが止まらなくなります。だから使用しないようにしています。そうした工夫があって現、まあ、完全無農薬栽培になりたいんですけど、ビニール張ってない時にはもう虫のパラダイスですので、その7、8、9だけはですね、殺虫剤の使用をして、いちごの花が咲いてからはもう使わないっていう形でうちは減農薬栽培としています。でそのどういった忌避剤とか、どういった殺菌効果のあるものを使ってる、そして先ほど言ったダニの天敵資材やアブラムシの天敵資材、何を使ってるかっていうのをホームページの方で説明をしていますので、そちらをご覧ください。うちは何より生産者の健康、消費者の皆さんの健康、それをとにかく追求していきます。いつか完全無農薬ができる資材の開発をメーカーが絶対してくれるって信じて諦めずにやっていきたいと思っています。今分かっている情報は以上です。